どうぞ。いただきます。何ですか、吉川屋。吉川屋さんです。名古屋のね、はい、たこ焼き、うん、ここの吉川屋さんのたこ焼きって有名で美味しいんだよね、うん、で、まあ僕もずっとね、名古屋で生まれて育ってっていうから、こういうたこ焼きがたこ焼きだと思ったんだけど、うん、実はご覧の通り醤油もソースもかかっておりません、このまま、まあ乾いたというか、こういう状態なんですけどね。これ実は、中にね、醤油が入ってんですよ。で、醤油をこう中に、まあ、入れた状態で焼いていくっていう状態で、で、最後の仕上げはですね、まあ、鰹節もなけりゃ青のりもなく、ソースもまあ、あるでかかってないんですよね。で、まあ、僕、学校の、こう、帰りとかね、おやつで、まあ、途中で買い食いしたりとかね、うん、記憶あるんですけど、もうこういうのはたこ焼きだと思ってて、でも、まあ、もちろんね、どっかいろんなとこ行けば、ソース味とかね、うん、そういう醤油味とか、かまあ、タレでね、かかったやつだっていう、うん、そういうのはたこ焼きだっていうのは分かってもいるんだけど、でこれもまあ、普通に、それと同等の扱い、だった、うんうん、ところが、これ名古屋だけみたいね他の場所行くとね、ないですよ。必ずソース、うん、そう言われてみたらそうですね。そうなんですよ。で、まあそのタレとかね、うん、そういうのが、まあ、あれだに美味しいっていう、まあそういう感じね。で、まあ、僕は昔名古屋で飲食店やってた時、お客さん来てね。で、たこ焼きの話になって、名古屋のたこ焼きってなんだあれって。なんだあれってどういう、うん。何もかかってない。何もかかってないんじゃないかって。確かに、びっくりするでしょうね、これは。うんうん、まあでも食べたら、なんか、あ、なるほど、うまいもんだねっていうことになったって言ってたけどね。味がついてると思わないんですか？そう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 。だからこれは、得体のも知れないたこ焼きっていうことでね。未完成な感じがするんですか？まだまだなんか途中、忘れてるっていう、なんかこう、あれそうそうソースないじゃんとかね。なんかそういう感じにこう、まあね、うん、名古屋の人はわかってるけど、うん、そう、その以外のね、ところでこのたこ焼きをってこう、遭遇すると、なかなか驚かれるということでね。まあそういう話もちょっとこう、してみたくなったので。食べたことない人いる？いやいや、世の中いっぱいいますよ。なんだって多分今この動画見て、名古屋のたこ焼きって何なのって。ぜひ食べていただきたい。何もかかってないです。ご覧の通りもう、まあ、本当に団子のように、うん。で、サイズも若干小さいですね、うん、ここのたこ焼きは。まあ大きいたこ焼き屋さんもね、うん、ありますけどね、この醤油が中に入ったタイプでね。まあ、名古屋風っていうんですか、名古屋のたこ焼きで、まあでもなんかこう、若干これぐらいの小ぶりな感じでね、こうごそっとこう、こういう感じで、こういう感じでね。あっという間に食べちゃいます。そうですね、あっという間に食べて。まあ、子供の頃からの味で。なんか聞くところによると、あなたもこれちっちゃい頃よく食べてて。食べてます。お父さんがいっぱい。お父さんが、はい。夜中に。夜中に買ってき、はい、お土産で買ってきたんだって。酔っ払って帰ってきて。酔っ払って帰ってきて、これを。はい。100個。100個。女兄弟3人なのに。女兄弟3人に、まあ、ね。はい。なんかあって機嫌が良くて、おそらくこう、はい、なんか買いたくなったんでしょうね。食べれましたね。食べれたでしょ。はい、うん。これ本当ね、まあ、いくらでもってわけにはいかないですけど、でもそんな気分で食べれますよね。ついついぽ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 いって。で、まあ普通東京とか大阪とかね、まあ、ああいうとこのたこ焼きとか頼むと、まあ、5個とか8個とか、ね、どうなの ?10 個とか、まあそういう感じなんだけど、ね、こっちのこのバランっていうんですか、このね、入れ物に対してやると、まあざっと20から25は入りますもんね、なんか20個か。25ですね。25だね、これ。25個入ってるんですよ。これ、今途中でちょっともう、食べちゃいましたけども、これはね、25個、
こんな入ってるんですね。うん、まあ、こういう、まあ、名古屋のね、まあ、文化で、まあ、よくね、相葉、テレビ番組なんかでこう、ね、名古屋を紹介してるとか、ありますけど、まあ、ちょくちょく紹介してるのかもしれないですけど、あんま僕はテレビで見たことない。ないです、ないです。うん、名古屋というとね、やっぱりこう、味噌カツだとか、何ですか、あの、ひつまぶしとか、ね、あとは、なんだ、手羽先、味噌煮込み、あんかけ、スパ、まあそんなとこであるって、まさかのたこ焼きですよ。多分、そうですね、これ一番あれかもしれない。うん、ひょっとすると、なんか、みんな知らないというか、まあ、わざわざ名古屋来てたこ焼きがあって、知らないですもんね。そうですね。大阪とかね、あっちの方でたこ焼きだ、じゃあ食べてみたいってなると思うけど、もうこれはもう本当団子みたいな。でもね、たまにこの醤油がね、いっぱい入ってるやつが当たったりするとね、香ばしくてね、美味しいですよね。そうですね。ね。だから止まらない。止まらないですよ。ここは、まあ、有名な、吉川屋さんですよね、はい。吉川屋さんで合ってるんですかね、読み方。多分合ってると思います。合ってますね。はい、吉田さんの吉に、川に、三本川に、で、矢ですね。名古屋の矢ですか、はい、ね。あそこはもう本当に老舗でね、もう、行列並んでて、はい。並んでました、今日も。今日も並んでた。はい、大変な中ね。でもまあ、まあ、ここだけの話でもないんでしょうけど、実はあそこは平日は予約できるんですよね。そう。予約してきます、ね。予約して、電話して、ね、まあ、何分後に何十個とか何個っていう感じで注文して、で行くと、もう、OK なら作って、置いてあって、ね、はい。で、並んでるところをちょっとごめんなさいねっていう感じで行って、予約していたものですがって言って、ね、買うことができる。結構、並んでる人いっぱい見るからさ、あんまり知られてないシステムかもしれないよね。そうですね。ね、予約ができるとは思わないかもしれないですね。そうね、たこ焼き屋で予約っていう、そこまで、ないかもね、そこまでして食べるものかっていうのが、なんか人間のなんかちょっと心理的にね、まあでも、ここがね、本当にね、並んでも食べたくなる気持ちとか、あと予約してでもね、やっぱこう、さっと行ってね、冬場なんか寒いですから、あそうですね、あそこ、外で並ばないとダメだもんね。だからもう、ここ、こんなのってね、並んでる人とかもいるから、まあそういう時だったらこう、電話でね、予約して、さっと行って、さっと買って、帰ってくるっていうのがね、結構奥さんとかが車でね、なんかこう、家族の人数分とかでね、もう今回100個買ってきたんですよ。200個買いました。この25個入りを4つ買ってきて、はい、まあ、この後、まあ、手相の生徒さんとかまた来るから、みんなで食べようということで。でも私これ50個くらい食べちゃう時あって。そうですね。気づいたら。気づいたらね、一人で50個食べたことがあって、まあ、バカですけどね。もう、本当にね。なんかそういう、うん。癖になるというかね。なんかそういう、なんかこう、パクパク、パクパク、パクパクいけちゃう。これだけでもいいって感じがね、しておりますよね。まあ、本当にこう、あれは、熱田区にあるんですかね、名古屋市の。熱田区です。熱田区だよね。熱田区。まあ、でも名古屋市の熱田区っていうところにあるんですけど、まあ、検索でね、名古屋で、たこ焼き、吉川屋さん、はい、で、こう検索すると、おそらく、まあ、食べログさんとか、まあ、ああいうのとかでも、なんか出てくるんじゃないかと思うんでね。まあ、ぜひね、名古屋にお越しの際は、この、名古屋風たこ焼き、ぜひこう、試していただきたいな、はい、おすすめです、はい。まあ、でも、好きな人はハマると思うけど、合わない人は合わないかもしれないな。何にもかかってないってところに抵抗があるかもしれない。見た目はちょっとショッキングかもしれない。確かにね、ソース忘れてるよ。かつお節もないし、青のりもかかってないって言ってね。マヨネーズもないです、ね。マヨネーズもないし、何もないじゃないかっていうことで、なるかもしれませんが、まあ実はこれはもう名古屋のローカルフードというか、まあちょっとね、はい、特徴的なたこ焼きという。まあ今回は、まあ、面白いトピックとしてご紹介いたします。名古屋のたこ焼きでした。